ダーリスエイジングケアクイズこんにちは、田上妙子です。そして、はい、シャイニーウーマンの瀬野愛美です。美容、お肌に対して正しい知識をつけていただくダーリスエイジングケアアカデミーのエイジングケアクイズなんですが、愛美さん、今日のお客様をご紹介してください。はい、はい、それでは大阪の吉川葉月さんにいただきました。よろしくお願いします。葉月さんは、はい、どんなお仕事をされていらっしゃるんですか？私は設計者で空間デザイナーです。お素敵、うん、ではその空間デザイナー PR お願いします。60秒でありがとうございます。はい、そうですね、空間といえば、まあ、建築ですね、うん、その設計やプロデュースなどさせていただいてるんですけど、やはり空間の中に人を呼び起こすのではなく、人が喜ぶ空間を作りたく、その仕事が長年やっておりますと、時間、時を、設計する、デザインするというところまで最近は幅が増えておりまして、イベントですとか、そうですね、音楽やダンスやカルチャーイベントや、そういったものも、デザイン、プロデュースさせていただいています。楽しそうですね。なんかやりがいないですか？そうですね、やっぱり楽しんでいただきたい、人喜ばせたいんですね。はい、衝動的な仕事ですね。遊びが大好きです。はずきさん、お肌のお悩みはあります？私はもうとにかく若い、ね、学生になる時から自然肌でニキビで悩み、うん、ちょっと落ち着いたかなと思うと、うん、今度大人のニキビというんですか、うん、吹き出物というんですか、うん、そういったものでもずっと悩んでますね。ね、今日はそれに、ね、問題が出るといいですね。はい、愛美さんお願いします。はい、それでは問題、はい、3択です。はい、はい、シワといえばとても嫌なエイジングサインの一つ、目尻などで目立つこともありますよね。そんな目尻のシワ対策で正しいものはどれでしょうか？正しいもの、はい、はい、ではいきます。はい、1番、保湿成分や抗酸化成分の入った目元専用美容液を使う。はい、2番、目の周りは紫外線対策をしない。はい、3番、目を守るために濃いアイメイクをすごいですね。シンキングタイム60分です。お考えください。3番かな。今日もしてきましたけど、そうですね、もちろん難しいそうですね。もちろん、はい、1番、保湿成分や抗酸化成分の入った目元専用美容液を使う。2番は目の周りは紫外線対策、3番は目を守るために濃いアイメイクをする。3番ですか？3番ですか？3番だと思いますね。よく考えていただいて、はいはいはい、もう決めました？はい、どうしよう、3番って言った8、7、6、5、4、3、2、1、お答えください。2番です。2番って言ってますが、どうでしょう？残念、残念。はい、はい、正解は1番の保湿成分や抗酸化成分の入った目元専用美容液を使うです。はい、それでは、吉川さんのお肌の悩みにもお役に立つと思いますので、もっと詳しく知りたい場合はナールスエイジングケアアカデミーの目元、目尻、目の下シワ対策、エイジングケアの視点をご覧くださいね。はい、ね、3番だと思いましたけど、1番ですね。なんかね、間違ったみたいですね。そうですね。ぜひご覧になって勉強してください。はい、今日はどうもありがとうございました。ナールスエイジングケアクイズでした。